はいどうも、こんちゃくらいです。というわけで、今回は、久々のプロスピ2019やっていきたいと思うんですけれども、本日2019年10月16日のアップデートでですね、なんと、選手個人応援歌が追加されました。まあ課金なんですけどもね。はい、ということでございまして、まあこのプロスピ2019ね、正直僕自身もね、なかなかやれていないのが現状ではあるんですけれども、ちょっと今回はかなりテンションが上がった更新が来ましたので、皆さんにね情報をお届けしていきたいと思います。で、今回選手応援歌が追加になったのがこの選手たちでございます。はい、残念ながらですね、全球団全選手というわけではなくて、セリーグ、巨人、中日、パリーグ、ソフトバンク、ロッテ、この4球団の選手のみですね。で、かつその中でもですね、主力の選手というか一部の選手のみという形になっておりますので、まあ、この搭載されていない球団も含め全選手の搭載っていうのはなかなか難しいのかなと思うんですけれども、ただ球団別の選手テーマ、個人応援歌までね、ダウンロードコンテンツで追加になったのは今作が初めてという形になりますので、まあ、非常にこの追加は嬉しいところかなと思います。で、このオープニング実はもう撮影後に撮っておりまして、選手応援歌しっかり全部追加して1試合2試合やってきたんですけれども、めちゃめちゃリアルでした。まあ、すでにねこのプロスピ2019はリアルさは本当に素晴らしいという話を何度もしてきているんですけれども、さらにこの応援歌追加でね、リアルな部分磨きがかかったなというふうに思いましたので、まあ、購入迷っている方もねいるかなと思いますので、ぜひ検討していただけると嬉しいかなと思います。ということで早速映像の方見ていただきたいと思います。どうぞ。福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームです。荻野が打席に入ります。さあ注目の立ち上がりです。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。落としました。外れます。ボール先行です。これは内へ外れます。ストライクが入りません。ここはアウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている清田。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。落ちるボール、空振り。これが3球目。落ちる球。バッターボックス鈴木。ツーアウトランナーありません。マウンド上千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか、西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。ファウルになります。2回表に入ります。マリーンズの攻撃、打席には4番バッター角中。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。いいまっすぐですよね。インロー、指にかかったストレートで空振り。バッターは DH 石峰。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ボール先行です。打ちました。加藤が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。さあ初球は何か。初球大きく外れています。高めの球、ストライクになります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。バッターは2番に入っている今宮。まずはワンアウトを取っています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。
め見送っています。バッターは3番柳田、2アウトになっています。この回のホークス打線ですが4球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、これが1球目打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか、フェンス直撃。2回の裏、さあホークス、この回は4番から始まります。デスパイネが打席に入ります。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので。初球打ち、中村が抑えています。ワンアウト、打順は5番内川誠一。まずはワンアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打った、ライトバック、バックバックする、ライトオーバー、ツーアウトランナーありません。この回のホークス打線ですがたった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。インサイド落ちました。さあどうだ、ホークス、ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている松田。ヒットでランナーを一塁に置いています。このキャッチャーは送球が上手いですから、それを計算に入れて走らないといけませんよね。ああそうですね。さあ外してくるのか。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いやまだ分かりませんね。打ちました、センターに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。ファウルになります。この球は外れています。またファウル。バッターボックスには代打の福田。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあこの先の展開を楽にするためにもこの場面で点を取りに行くということでしょうね。そうですね、この起用に応えたい。今のは打ちに行ってほしかったですよね。代打というのは1打席勝負ですから、甘い球を見逃すようなことがあると致命的ですよね。そうですね。アウトコース外れました。見逃して三振になります。東京ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズのゲームです。バッターは強打。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インハイ際どいコース、3球目は何で来るか。ボールになります。バッターは2番に入っている亀澤。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、取ってツーアウトです。3番バッター大島、ツーアウトになっています。際どいコースに送ってストライク。ボールになります。2回になります。ドラゴンズの攻撃、バッターは4番ビシエド。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球打ち、これはどうか、坂本アウト、ワンアウトです。バッターは5番平田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。
ちょっとすっぽ抜けた感じです。絶妙のコントロールですね。はい、低めのストレート、ストライク。ノーボール2ストライク。打席には6番バッター藤井。2アウトになっています。この回の菅野4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。最初は変化球できました。ボールになります。いいまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。7回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃、どの上が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。打ちました。ボテボテヒットでランナーを一塁に置いています。初球大きく外れています。バッター見送りました。ボール先行です。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。さあ4球目は何か。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。入れました、ファールボール。さあジャイアンツはエースが登板ということになります。さあそのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。空振りです。スピードボールを持っています。ファウルになります。打ちました。センターに抜けました。バッターは福田。さあゲームが始まろうとしています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。吉川が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。バントしました。サードが取る。アウト、ワンアウト。セーフティーバントは失敗です。バッターは2番に入っている坂本。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。ファウルになります。大きく枠を外してきます。打った。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは岡本。ジャイアンツ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。入りました。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。打席には5番バッター阿部。まずはワンアウトを取っています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。引っ張った。亀澤アウト、2アウト。打順は6番亀井。2アウトランナーありません。初球は変化球から入りました。低め決まってストライク。ノーボール2ストライクです。三振です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。初球打ち、さあどうだ。センターが取りました。おっと、驚きの予告ホームランです。いや、それにしても大胆な行動ですね。そうですね、スタンドは大喜びですが、果たしてどうなるでしょうか。さあまず1球目、
初球ボール。打ちました。ヒットになった。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。初球ストライク。打った。右中間に大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて大城、送ってきたら打球によってはセカンドで刺す意識も持っておきたいですね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。真ん中打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。バッターボックスは3番住谷。ツーアウトになっています。この回の柳、4球でツーアウトにしています。そうですね、省エネでね、ピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。打ちました、いい当たりだ。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて。はい、というわけでございまして、以上ですね、選手応援歌、今回追加された選手応援歌等々の紹介やっていったんですけども、いかがだったでしょうか。この追加はですね、今2019据え置きバージョンのみになっているんですけども、もしかしたら万が一アプリの方に追加される可能性もなくはないのかなと思っています。アプリの方もね、残念ながら課金が、必要な形にはなっているので、無料でっていうのはね、ちょっとなかなか考えづらいかなというところであるんですけれども、もしかしたらアプリの方もね、ワンチャン搭載があるかもというところで、ちょっとだけね、期待をするのもいいのかなと思っております。でですね、2019やってる方はですね、今回追加になったこの機能をぜひ購入をね、検討していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでございまして、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。